アルベリック、アルベリクス1月26日はカトリック教会に属する修道会、使徒会の創設者の一人、劣勢もされている。青年と若年の足跡は明らかではないが、少なくとも、使徒の初代委員長も、レームのロベールがモレ夢ムから新天地使徒を目指したとき、すでにもレーム修道院には在籍しており、ロベールが1098年に新修道院を設立したときには、 ロベールに従いステファン・ハーディングらと共に、リジョン近郊にあった森市島へ移った。ロベールが1年ほどで首都を離れ、モレームに戻ると、その後を継いで1 9 9 9年に2代目の首都修道委員長に就いた。1100年、アルベリックは、教皇パスカリス2世より特権上を取り付け、首都会を教皇の直属とすることに成功した。1106年には、 ブルゴーニュ公の援助を受け、死闘の森に死闘会における最初の石造教会堂を建設した。また、アルベリックが定めたとされる死闘会の規約に習慣規則というものがある。これには、礼拝形式と修道お及び助修士の生活のあり方が規定されている。そして一般に言われるハンクリュニーとしての死闘会の象徴、白い修道服を採用したのもアルベリックが、 院長であった時代の出来事である。この白い修道服の採用にあたっては、アルベリックの夢の中に、聖母マリアが現れて白い修道服を示唆したという伝説がある。アルベリックの活動は、死闘会の将来を確かなものにすることに成功した基礎を固めたと評される。また、死闘修道院設立少子によれば、アルベリックは学問に精通しており、その名声ゆえに、 貴族出身の多くの知識人が、死党修道院へ入会を希望したという。ちなみに、戦術した死徒会最初の石像教会堂は、聖母マリアに建造されたものであるが、これ以降の歴史の中で、数多く建設されるすべての死徒会の聖堂も、また聖母マリアに捧げられるという伝統を作った。ありがとうございます。